大港営業所 JR バス東北大港営業所は青森県むつ市に所在する JR バス東北の営業所である大港営業所は下北線開業により設置された JR 東日本大港線営業所と連携し大港駅において大港線から脇の沢方面への接続が取られている大港線運休時には列車代行バスの運行や リゾートアスナロシモ北郷向けの会員制バスを運行するなど、大港線とは密接な関係にある。乗降方式は、前乗り前降り。車椅子、ベビーカーは、折りたたんで乗降する。JR バス、田辺駅にて、むうつ田辺から大港、川内町を経由しは木の沢まで至る路線。田辺大港、宇そり川、泉沢間で、急市内系統が運行されている。 以前は、川内、脇の沢地区に支線があったが、利用者の減少により廃止され、それぞれ川内町、脇の沢村に廃止代替バスの運行が移管された。本線自体も、沿線の急速な過疎化が進み利用者が減少。2000年代には、大幅な減便が実施された。しかし沿線には、県立大港高校や大港小学校などの小、中高等学校があることや、 下北地方で唯一下北交通のバス路線が乗り入れないことなどがあり、重要な通学路線となっている。路線の愛称は、下北シーサイドライン。以前は、川内町、脇野沢で、それぞれ大白航路が設定されていたが、川内町駅舎取り壊しと本数削減により、現在は脇野沢大白のみとなっている。田辺脇野沢間の便は、 地域間感染系統として、国、青森県、むつ市から補助金を受ける。運行経路、編集2010年12月4日現在。本線田辺下北駅通山田、大宮名戸駅有ソ川泉沢川内町、脇野沢本町脇野沢脇野沢庁舎前、運動公園経由田辺下北駅通、運動公園前から、むつ工業高校前から、 山田大港駅、うそり川泉三沢、川内町は木の沢、本町は木の沢は木の沢、庁舎前12輪、市役所継田辺陸総合病院12輪、陸市役所中央2丁目運動公園前陸津、工業高校前山田大港駅、大港高校平日朝1本のみ運行。エクスノース。ありがとうございます。